バタヤンプロジェクトシーズン2の部分痩せの太もも編でございます。ということで早速丸2ヶ月ですね、7月8月太ももを集中的にやろうとやってまいりました。でも私なんか7月なんかやる気がなくて、運動を全然やらなくて、増えて体重も増えて、そしてもう8月は一生懸命運動させていただきました。お酒もちょいちょい飲んでおります。食事制限全くせず、ということでどれぐらい減ったのか、はたまた増えたのか、測定太もも測りたいと思います。まず右から、一番端は 53.5 センチが、53.7 センチになって、そして 53.次は何センチになるか、53.っても言ってるかな、とにかく 53.5 センチからどうなってるか、まあ、言うと前回が 53.7 やからね、 53.7 なので、今回はどうなってますかということで、右 53.153.1 0.6 減ってる感じ。次この太いももいきます。揺れるももいきます。めっちゃやったんだけどな、朝と夕方もやる時もあったんだけどな。こちらが一番太いとこ左 53.3やな、53.3。だから前回から言った丸1ヶ月でちょうど 0.6 ずつ、 0.6 センチずつ減ってるって感じかな。まあ、そんな感じです。なかなか減らないね、太もも。ほんでね、なんかね、52センチ台になった時、まだ私もこう気にしてちょこちょこ測るやん。52センチになったり54センチになったりって、とにかくなんか毎日のように変わっていくという感じで、何なんですかって言いたくなんねんけど、とにかく本当にちゃんと毎日やった結果がこれということです。ということで次9月になりますね。9月の部分痩せ、お尻いきたいと思います。そう、お尻なのよ。お尻はもうセンチがどうっていうよりもこの見た目問題よな。あれ、わざと後ろテレビがあって黒と黒やからこうなるから、この、まあ、言ったらまったいだみたいな感じでしょ。とにかくでかいのよ。ほら見てください、このケツデカ子でーす。このケツデカ子をですね、なんとかちょっとでも縮めたいね。ほんでここがもうこう境目がないから、基本的にもっとここの境目がこうプリンとなるように、ちょっとでもケツをちっちゃくしようということでございます。では早速運動参りましょう。ではヒップアップいきたいと思います。だからね、私もいろんな動画を見て、どの動画でもやってるヒップアップのやつをいろいろ取り入れてね。この足もそうよ、足もそうやねんけど、なかなか難しいもんだね。ではいきます。まずはじめ、これもこれも、これ関係なしで、これまずお尻食ってあげるやつ、これを30回いきますよ。いきます、せーの、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12、お尻カチカチになってますか。13 14、ふう痛い、15、あ痛い、16 17 18 19、あ20 21、頑張れ、22、おっしゃ、23、おっしゃ、24、痛い、25、あ26、あ27、28、29、ラスト、
もうカチカチ。もうこれやって何も変わらへんから私も知らんわ。もうこれちょこちょこやってるけど、変わらへん変わらへんからもう知らんでな。よし、もうこれとりあえずこういうの1ヶ月するから、はい、次左足を右に、右の太ももに上げて、上げていきます。右のケツで引きますよ。左足を上に向いてるときはこれ20回いきましょう。せーの、1、2、下どんどん置かないね。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、痛い。18、頑張れ。19、次で終わり。20、痛い。痛いよ。これで変わらんかと思うね。はい、次は右足を起きて左のケツいくぞ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、痛い、13、14、15、16、17、18、19、20。よし、あと2つどんどんできましょう。ケツ痛い。次カエル足にしてお尻を上げます。これ20回いってみましょう。初、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19。ラスト。ケツ痛い。こんだけケツ痛いんだから頼むで。ケツに切れるわ、頼むで。やっててもこれやねんから、太もも。40過ぎたらどうにも来ないんだけど、頑張る。これ次、これ最後、これこうやって上げるの20回ずついきます。左右頑張ろうね。いきます、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、頑張れ。10、よし、折り返し。11、12、13、14、15、痛い、16、17、18、19、ラスト。反対いきます。反対いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、痛い、14、頑張れ、15、16、17、18、19、ラスト。痛いよ。ちょっとお尻伸ばしとこう。お尻しっかり伸ばしとこう。
これ私の中ではあのいつもの全体的な運動のついでにやると思ってるからストレッチやってませんけど、ほんまこれだけする人は初めもこれもしておいてくださいね。あー痛えな、痛えな、ここすげえねんけど、すげえねんけど、頼むね、ケツプリッとちょっと言ってくれよ、ほんまに。これ年齢なんかな、なんなんやろ、そんなバクバク食べたやつ。まあ、さっきか、でもさっきで太ももがそんなんとかある。あ、私あれやな、体重ちょっとあの測ってない、一番毎月一番最後に体重測ろうと思ってるから、体重もちょっとこのまま測っちゃいましょうね。痛い、ケツ痛い。よし、ちょっとしばし皆さんストレッチしながら少々お待ちを、すぐ準備します。よし、では体重測定、1ヶ月どうなったか。前回が 62.30 というですね、7月何にもやる気なかって大変なことになりましたから、今回は8月はしっかりやったんです。やっても負担も大して減ってなかったけど、体重お願いしますよ。それ、はい、出ました。体重が 61.05、 体脂肪 33.5。 ちょっと待ってな、すぐ書こう。 61.05 で 33.5、 そこまで減ってないな。ほんで待ってや、基礎代謝が 1204の45歳や。1204、ああまあちょっとずつ戻ってきた感じかな。だから体重的には 1.25 キロ痩せて、体脂肪率が 1.1% 落ちて、基礎代謝はちょっと下がってね、8、7下がって6、7、8、9下がってね、前回が1213から。で、体内年齢は前回48歳やったけど、なんとか実年齢45歳になりました。はぁ、あ、ちょっともう一回50キロ台に戻るかなって、結構8月頑張ったけど、あかんなぁ、ちょっと頑張ったんだけど、頑張ってこんなもんです。頑張ってこんな感じなんです。しょぼくれます。ですが、しょぼくれててもどうにもございません。7月は何にもしなかったから、ほとんど運動しんかって、そのツケが今になって回ってきたな。とりあえず9月もちょっとやる気満々でございますので、あの太ももそんな減ってないねんけど、すごくあの階段の上り下りとかの筋力はもともとついてんねんけど、そのしんどさが全くないなっていうのがあるし、あと更年期ね、45から55歳ぐらいまでってやっぱちょうど更年期に入ってくる年齢という時に、やっぱ運動ってすごく大切やということをいろいろ学んだので、それも踏まえて運動ちょこちょこ続けたいと思います。それではちょっとはお尻プリンってなってくれよ、頼みますせ。せーの、えいえい、へい、頑張ろう。